入ったかな、うん、入った、ライブになってます、入りました、はい、はい、こんばんは、こんばんは、もうこんばんはっていう夜中ですけどもう夜中、もう帰って寝ますよ、おやすみなさいっていうのが正解ですけど 今頃になってライブやるって誰が言ったんですか。そんなのもう悪代官しかいないじゃないですか。悪代官って誰、意味よくわかんないですけどね悪代官と一応エロ2人でやってますって今日はここどこ、今日はどこでしょうね、どこでしょうね、なんかよく見たことあるような、ないような、ないような、うん、ここはね、ムロカフェですね。そう、ムロカフェさんですね、夜ね、2時までやってんすよ。そうなんですね、うん、で、大の大人2人が夜中にグダグダグダ酒物まずに酔っ払ってること会話して、そうそう、うん、でね、これ突然ちょっとこの今放送打ち切るかもしれませんので、お客さん来たら閉めますので、今は知り合いのお客さんばっかりですね。すんちゃんこんばんは。すんちゃんこんばんは、なんか入ったの、うん、あ、そう、早く寝てくださいね、あの美容に良くないのでねもう JJ クラブで活躍しなきゃいけないし、そう、ちょっと力を温存していただかないとね、皆さんちょっと寒いもんで、ね、体調とされるとね、今ちょっと大変かなみたいな、あ、そういうこと、ところがありますね。ちょっと俺もね、鼻水出てんだよこれね。それは悪いことしすぎですよ、うん、悪いことなんか何もしてないですよ勘弁しなさいいや、いいもん食べすぎ、100年に1回しかいいものは食べないからそれが毎日並んでるやんね痩せなきゃしょうがないよ ね、 ういうねみたいなね、うん、今日はね、ムロカフェでないと初放送ですよね。そうね、ちょっと私のチャンネルでやってますけどね、うん、はい、チャンネルしか自分の、そうだね、あれでしょ、はい、うん、でね、今日はちょっとね、イベントの打ち合わせをね、そうですね、さっきまでね、1時間ぐらい前までね、イベントの打ち合わせをね、ここもう2時間ぐらい前か、2時間ぐらい前か、もう何時間なんだろう、会議より長くぐたぐた2人で喋ってるもんね、自分のうちみたいなもんだよね。そうだね、うん、まあ、たまにはモーニングに食べに来てるって言われそうですけど、うん、モーニング300円でここやってますからねそうだね、うん、いつもあの定食を楽しみね、今日もちょっとね、オリジナルなのかな、うん、そう、うん、どこで見たことある、毎回同じものを食べたことないもんでよくわからないメニューなんでいつもお願いしますしか言わないんですけどところでさ、なんで俺ここ出てんの。そりゃ彦坂さんがやろうかって言うからやってたから。あ、俺言ったっけ。そう、あ、そっか、そう、うん、俺言ったかもしれない。私控えめなのであんまりやりたくないんですよ、本当は控えめ、はい、俺人見知りで無口だからさ、本当は向かないんだよ、その2人が2時間も喋ってる店の中で、ね、そういい迷惑ですよね、うん、あ、そうなの。それけどこれ縦でいいの、この携帯って。縦でも横一応横でもいいと思うんですけどね。横でも OK なの、うん、よくわからないんですけどね、うん、ちょっとね、ムロカフェさんもね、この朝とはね、また夜雰囲気違うんですよ。ちょっと暗いでしょ、うん、暗いんだけど、メッセージ来てるんですけど、すいません、老眼でね、俺も老眼、字がね、俺も老眼でね、彦坂さん手元であの iPhone 置いてくださいよ、メッセージ来ても全然読めないんですけど、彦坂さん寝ますねって、寝ちゃダメだよ、まだ今からだよ石山さん、誰が無口、あの私ですけどよくわかんないですけど、あのね、コメントもらっても携帯だからね、ちょっと近くまで行かないと老眼で見えないですよ。老眼でね、うん、禁止じゃないですか。そう全然見えないですね、うん、あのこうやって眼鏡ね、こうやって外すと見えるんですよ。そうやってカメラの向こう側が笑いますよそういうお笑いみたいなことやっちゃダメですよね。あ、そうなの。そうですね、今日お笑い番組じゃないの。もう普通でいいと思います。普通でいいの。あ、そうか、はい、で今後どう、とやしチャンネルさんの番組はなんか、そうですね、いいこと考えてます。今交渉中かな。交渉中ですね今だからスター、どっか大スターを、そう、ね、彦坂さんにも出てほしいんですけど、俺はそんなにもで出ても無口だから基本そうですね、まあ、うん、カメラも出したらうるさいんですけどね、まあ、ちょっとそれはやかましくなりますよ。はい、うん、まあいいんじゃないですか。私もビデオカメラ持つとちょっと積極的になりますので。あ、そうですか。ところでさ、トヤシチャンネルさんいくつやってんの今。番組そんなにやってないですよ今、うん、番組はババちゃんが出てる番組だけかな、うん、あと、まあ、この国カメラマンでね、うん、彦坂さんがプロデュースしていただいてますけど、ね、あの JJ は JJ はね、番組はないんですね。番組はないんですか。そうですね、ロケでね。あ、ロケ撮で、そうそう、行くとこで撮るか撮らないかっていう、はいはいはい、あ、そうなんですか。なんですけど、うん、JJ も一個番組があると面白いんじゃないかなと。でも彼女たち
各仕事してますので、うんうん、あとまあ夜はなかなか出歩けないということでね、うん、夜出歩いてる人もいますけど、まあ、いないか、そう、いないですね、はい、うん、まあ、そういうことだね、はい、ですから、まあ、あまり無理も言えないもんですから、ね、うん、ああ、それは無理は言っちゃダメですよね、そうですから、まあ、うん、やりたいなっていうのはあるんですけど、まあね、うん、彼女たちは各自で情報をね、うん、発信していただければいいかなっていう存在で頑張っていただいてますので、うん、なんか名古屋の方でもなんか料理番組やってますよね。あ、そうね、あれはあのシラバスという番組でね、酒井さんの収録でね、うん、させていただいてるんですけど、はいはいはい、うん、毎回ね、美味しいメニューをね、うんうん、作っていただいて、あ、まあ、唯一特権として私は試食させていただいてますので、あのいつも試食してんの、あれ、そう、だからあのもうお腹見てもらうと分かるんですけど、ね、かなり来てますね、うん、もうおかげさまで、ああ、それはいかん、僕なんかね、美味しいものなんか100年に1回しか食べませんから、それが毎日続いてたら一緒なんですね、うん、ね、そんなことないです、ね、100年に1回ぐらいしか、あと、まあ、月に1回と5年に1回と、うん、まあまあ、そういう時もあります、うん、要するに毎日埋まってるってことですね。いや、毎日は埋まってないですよ。普通はね、ご飯の上に梅干しか、その下に何が入ってるかでしょう、うん、その下には大体イクラとか、いや、入ってないで、夜中にこう何か食べに行って、夜中ね、あれまずいんですよ、やっぱりね、夜中にあのピザとかね、うん、とんかつとかラーメンとかあそこら辺ちょっと気をつけた方がいいですわ、うん、そう、ちょっとコメントがね、消えかかってるんですけど、すみません、消えかかっとる、老眼でね、字がね、ピントが合わなくて見えねえんだ、ごめんなさいね、なんて書いてあるの、誰が入ってんの、うん、名前ぐらい言ってあげてください、おじん二人ダメだにゃって書かれましたね誰が言ったんだろう、つっついさん、つっついさんも出てますけどね、うん、つっついさん、うん、コメントもうん、コントになってますね、2人の会話がね、コント、うん、コント55号って昔ありましたよね、いや、私は知らないか、私若いので知らないんですよね、それはないでしょ知っとるでしょ、金ちゃんも好きですけどね、あ、金ちゃんね、ジロさんもね、ジロさんもね、ジロさんもいい味出してましたよ、そうね、ああいうボケとツッコミがちゃんとね、うん、そう今日2人ツッコミばっかりですね、あのツッコむってことないですよ、同時にボケるもんで全然ないですよ、いやいや、僕は無口だからもうその辺がボケてますよ、うん、あ、そうなの、そういうことね、はい、うん、で今度はあれですね、トラシラブさんの方に出るような話は、うん、来週ね、あの八木さんの方からね、お話いただきまして、来週っていうと5月の15ですね、うん、15日ですね、うん、15日の火曜日、うん、夜、うん、9時からか、夜9時スタート、あれ何時だったか聞いてなかったね、スタートでしょ、八木さん何時からだったっけ見てないかごめんなさいあ、で、見てたですね見てた、見てないでしょ、うん、あ、柳生さん見てる、本当だ、うん、一応ね、あの、うん、ネット番組じゃなくてね、うん、こういうコメントもらう番組は、うん、コメントをしてない人は名前読んでダメなんですよ、あ、そうなの、あの、これマナーの一つで、うん、だけど柳生さん、うん、コメントもらってない人は読んでダメ、そういうことなんだ、あの、うん、ごめんなさい、やっぱりあの見えない状態で見てくれる人っていうのはやっぱいるんですよ、うんうん、ですからそれは他の人に知られたくない場合もあるんですね、ご本人の都合、あ、そういうことか、そうです、カウントされてもいいんですけど、うん、結局名前を呼んじゃうと見てると分かっちゃうじゃないか、うん、あ、そうですか、すいません野球さん、そうするとあのね、うん、その人に対してどうっていうのはないんですけど、あ、そういうことなんです、うん、コメント入れてくれた人は、まあ、名前を言っても大丈夫だよっていう仕事だもんですから申し訳ないです、合図にしていただくとね、うんうん、トラブルが少ない、あ、そういうことね、うん、分かりました、たくさんいただいて喜んで読んじゃう場合もあるんですけど、うんうん、基本的にはあのコメントをいただいたら読んであげるよっていう意味で込めて名前を言っても大丈夫っていうことになるんですけどね、うん、そういうことなんですね、うんうん、この辺はあの最低ラインというか、うん、あのこのラブの時いっぱいコメントが入ると思いますけどね、うん、あの視聴者の名前を言うんじゃなくてコメントくれた人の、いや私多分そんな緊張しててね僕は多分 、まあ、見えないです、緊張してる顔を一回見てみたいんですけどね、うん、もうガチガチになっとるでしょうね、うん、多分ね、それでちょうどいいぐらいでしょちょうどよ、だから無口だって言ってるじゃないですか無口って言うのはそれどういう人間だと考えればいいですかね、だから心の中は無口だけど口は勝手に喋る、じゃ裏声が聞こえてるわけですよね、これね、よくわかんない、考えてることは全部言葉に出てるってことなんかもしれないよくわかんないけどしょうがないぐらいはなっちゃうよ ね今日はなんかね、あちらのカウンターのお姉さんの感じ、焼酎飲みながらね、気分良さそうに、またそのカウンターに座っとる姿はまた絵になりますよね、
うん、うん、素晴らしい。一応野球さんがよろしくお願いします。いやこちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。時間もちゃんと9時ですよって。9時ですね、はい、わかりました、うんうん、ちょっと今日はね、あの桜井さんが突然ここで、うん、モロカフェでナイトをやろうみたいな。いや僕はもう帰るって言ってるんですけど、何やってんですか、見えない、ね、あ画面が横になってるって。やっぱり横に撮ってるもんで、あ画面こんなになってる。そうそう、だからそういう時はあのスマホをこういうふうにやってもらえば、俺たちがこう横になればちょうど立てならないになるんですよ。スマホを横にすればいい話ですよ、ね、あそうか、そうだね。俺たちが横になってもあの回転しないように止めてもらえればそういうことか。そうだね、する方じゃ。いい、途中で直せませんよっていうのがフェイスブックのお約束であるんですよ。あ、そうなの？うん、でさ、これはもうこのままで。あ、これフェイスブックのお約束で、一旦横にしちゃったら。ずっと横にしないと、うん、見苦しくなりますので、まあ。あ、そういうことね。皆さん、首をかしげてみてもらえばね。あ、そうか。映像のプロとしては大丈夫ですかね、それでも。もう最悪の状態です。一応、桜井さんの名前で、なばらぐになってますんで。まあ、私は全然そういう引っかかりないので。あ、そうなの？うん、大丈夫です。だけど、映像のプロが横になってた後から、ダメじゃないって言われないかね、うん、映像のプロは多分こういうことやらないと思いますので。やらないね、多分、うん、こだわり持ってやるな、ちゃんと。いや、そういうことか。カメラをね、スマホじゃなくてそういうこと、ね、もうちょっとあの見え張ってカメラを置きます。はい、はいはい、分かりました。まあ、気軽にできるのがあの、うんね、メリットですので、うん、ああ皆さん楽しくね、はい、伝えたいことがあれば、うん、できるようにね、なると本当はいいなと思って、一応あの、うん、必要であればね、またあの、うん、彦坂さんと一緒に伺ってですね、うん、無口の2人の間に入っていただければ、うん、はい、無口ですから目立つかと思いますので、うん、そうです、はい、そうです。姉さんちょっと来る、ちょっとだけ。本当かよ。焼酎持って、何持ってくるの、何持ってくるの。原田さんのところに、ね、もっとお店の PR してくださいよ。いいよ、この真ん中、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 またそうやって女性を間に引っ込んで何をやろうと思ってます。桜井さんがそうしろって今指示したじゃないですか。松きのこです。知ってますか、松きのこ。あ、こっちのことね、うん、ニックネームからもちょっと私すいません、そんなニックネームないでしょ。変なこと言うなと思ったんですけど、今日のランチで今日これ小坂さんが召し上がった、どううまい、ちゃんと毒を仕込んできました。いや、毒もちょっと入ってて、だから今拝見した。そう、今まで今回出てきたわけですね。これ、どこで買ってきたって言ったっけ。新城ですね。新城のどこ。モックル新城です。あ、モックル新城、はい、あの、道の駅ね、うん、で、どう、これ、今日特別売ってたの、常にあるのこれ。いや、特別です。特別、うん、美味しいよね、これ。しめじでもないし、なんだろう、うん、匂いある。加熱するといい香りが、うん、これね、歯ごたえも良かったしね、うん、あのキノコ自体にすごく味があるんだよね。美味しかったよ、これ。キノコがちょっと映ってない、うん、しかもこれ画像、あれですよね、横になってますよね、みんな、うん、多分全員こうやって横になりましょう。いいです、寝ながら見えるという、これ新しい考え方で考えてくれ。もう寝る時間が来たから、ね、そ, うそうか、まあ、ベッドのおそばに置いていただくと、うるさくて寝れないから。さすが映像の頃。もう言い訳ばっかり考えてる。これね、すごい美味しかったです。そうですね、うん、はい、これ今の時期しかないのかな。今の時期、前行った時は見なかったので、うん、秋が主なのになんで。なんででしょう。なんででしょうみたいな。今あの技術の進歩で、技術の進歩で、でキノコは夜もあのお通しとしても、うん、とても人気が高いので。ああそうだよね、そうヘルシーだし。、うんうん、これね、バターと、うん、何だったっけ、レモン、レモンバター、レモンバターソテーしたんですよね。これがなぜかぴったり合うだよね、これ。であのご飯のおかずにも十分なるし、うん、おつまみにもなるよね。そう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 、うん、ワインが欲しくなります。そう、ワインね。ワイン俺飲めねえからあれだけど、うん、きっと美味しいと思う、うん、コメントが来てます、うん、コメント。あ、原田さんからも来てる。え、うん、うん、一応あの今どこですかっていうか、一応あの室川さんです。はい、お問い合わせがありますか。あと誰入ってるの。わかんない、コメントが流れちゃったもんで、ね、どこわからないです。近藤さんが長時間座って、お
お尻痛くないですか。もうそっちで読んで、これ老眼でこっち見えない。カメラに顔を寄せていくもんで、見てる人びっくりするよね。ちょっとやっぱりスマホでやったのは失敗ですよね。字が小さくて。白井さんってどこの白井さん。白井秀明さんって誰。え、白井秀明さんって。私に聞かれればいいよ。白井健太郎さんなら知ってますけどね。分かんない、ちょっと私分からない。字が読めないのでよく分からないです。どんどん名前だけ言ってって。今コメントないと思います。あ、コメント色が違うんですね。これはね、入室の方だと思うんですけどね。緑じゃないやつ。この白ですね。今日は諸川さんすごい賑やかったですよね。いやまだまだ。もう俺座る場所どこ座ればいいか。白井さん、ビックロの白井さんです。あ、ビックロ。ビックロ。あ、ビッコロ。ビッコロの、はいはい、ビッコロの白井さんか。そうですそうです。はい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 。そういうのもう老眼で、ね、字がねよくは名前が読めないという。おしゃれなお店のね。一度行ってみたいですね。あの図書館のそば。いや、連れてって。それはもう桜井さんが庭みたいなもん。あのドライバーしてスポンサーこっちですんだよな。運転手もうあの四股坂さんでお願い。こちらをそうそうそう連れて行ってもらえば、四股坂さんでお願いしますって言ったらもう何もしなくて帰ってください。お送りしますよ、ちゃんと。飲んでも大丈夫。なんかおるおる、ね、このタイプおる。なんとか交通さんに、ね、このタイプいます。なんとか交通ですか。お客さんどこ行きますか今日は。そうですね。彦さんの名刺があればどこでも行きますので。わけのわからんとこ連れてくる。黒いカードまた作りますから、私もらっていきますから。ありますよ、ね。はい。もう何だって100年に1回も釣ってますから。100年に1回。食えないもんないですよ、もう。いやいやいや、本当に100年に1回ぐらいしか食べたことないもんばっかりフェイスブック上げてますから。誰か入ってる？柳生さんがお店気になります。あれ、柳生さん来たことないの？ないです。あれ、ダメだな、それ。柳生さん、うん、朝会、あの谷山さんもここ朝会をね、しょっちゅう使ってますので。来週の火曜日朝会があります。あ、来週の火曜日。はい。9時半から。これも15日ですね。え、何かありました？あ、一応、いろいろあるんで。そう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 。ちょうど柳生さん忙しいじゃないですか。あ、そう。石山さんが先に出ます。先に寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。すみません。ありがとうございました。私ももう早く寝たいんですけど。まだまだ2時までやってます。今から来てください。あ、そうですね。今から来る人はね、まだここ営業時間、深夜2時まで営業してますんで。はい、うん、大丈夫ですよ、うん。あの美人ママもいますから。うん、大丈夫です。柳生さんの申し訳ありません。いや、その謝ることじゃないですけど、柳生さんもね、もうぜひ、まあ、こちらへね来ていただければいいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、あのねモーニング300円ですからね。300円でパンとどこの回し物だと間違えた。コーヒーとサラダと、なんだお、アップルジュースと、うん、あとアップルジュースはパンですね。そう、パンですね。ね、うん、おにぎりもあるもんね。あ、そうそう、和食と洋食両方ついてて、もうポッキリ300円、うんうん。プラス、こちらのお姉さんの笑顔をプラスされますんで。見えないと思います、多分。あ、そうか。忙しいもんね、朝ね。そう、美人スタッフさんがいますね。うん、あー、おる、うん。美人スタッフもね、おるし、夜はさっきね、若いお姉さん持ったよね。あ、はい。うん。いや、将来のナースさんね。うん、あ、そう昼間は昼間でね、朝は朝でもまた美人のスタッフがね、マスター好みで全部揃えてるんですから。本当ですか。近々行きます。近々。お待ちしております。住所ちょっと言って。住所、そこの近々行きます。住所。と、室町戸上。戸上、ここ読んであげて。これだってバス停ですよ。え、これあ、室町戸上68-7ですね。あのバッティングセンターから上がってきて用水路にぶつかったところですね。はい。水野さんが見始めて。水野さん。あ、水野さん。
まあ、来週お世話になります。水野さん、よろしく。見始めたところか。そうそうそう。もういいですか、 PR は。いや、僕ももともと PR ないし。ちょっとお酒が切れてきたので、はい、はい、持ってきます。お酒が切れてきた。柳生さんが、小坂さん、バーバー喋りますね。いや、基本、無口ですから。無口って言っとるからに、バーバー喋りますね。いや、喋りません。もう、ここから喋りませんので。はい。これぐらいのレベルで無口なんですね。いや、ちょっと今、喋りすぎちゃったかな、みたいな。ちょっと疲れちゃいました。もうだって今何時も12時ならもう私の年代では寝てなきゃいけない時間で。いや年代はあれだけど、あれ俺自分の携帯か、もう何時だよ、もうボケちゃう時間、もう寝てるもんで分からない。もう12時じゃん、ダメだよこんな時間に起きとっちゃ。はい、うん、もう寝ましょうよ。寝ましょうか。じゃあ、うん、はい、まあここら辺で終わっときましょうよ。突然始めて勝手に終わってみたいな。無責任な。もう勝手に終了みたいな。はい、ね、これ毎週やるんですか。これ毎週マスターやるんですか。どうぞご自由に。どうぞご自由にって一応ご自由にって言われて、うん、毎週木曜日。木曜日こんな夜中にやるんです。このぐらいの時間にモロカフェでないと。出たい人はぜひ来てください。出たいよ。マスターやってよ、自分で。自分でそう。自分でやってよ。人がやらなくてもいいでしょ。なんちゅう。まいた。もう桜さんね、前もう疲れちゃったよ、俺。終わりかよ、みたいな。疲れちゃったよ、もう。もう寝よ。なんだそれ。なんかあるの？もうちょっと、いや、何もないです、私も。じゃあ、俺帰るから、あと、姉さんと。そんなことしたら家帰ってみるわ。本当じゃあ2時まで待ってなきゃいけないんじゃないですか。それはもう今始めたら2時までやんなきゃなんないです。もう席変だろ。誰か来ないかな。来ないです。この時間に来ないよね。そうですね。信用、いや普通ならこの時間はカウンターがだいたいいつも 4,5 人いて、ただもっと後ですね。あ、もっと後12時以降です。12時以降にはここのお店は満タン。うん、大人のお店でね、本当にね。うん、そうそう、あの結局商売ね、やってらっしゃる方がお店閉めてから来るお客さんが多いだよね。ね、マスター、うん。そうです。だから飲食店系が多いんだよね、うん、意外と。そうです。12時過ぎに見えるのがね。うん、うん、そういうお店なんですよ。うんうん、でその前まではまあちょっとパラッパラっとみたいなそんな感じのお店らしいです。僕も今日初めて来たからわかんない。そういうことは言うもんで、もう。しかも今日2回目です。あ、そうか。朝来たよね。あ、昼か。今日だけで2回です。日付変わってるもんで、今日初めてということで、勘弁していただいて、もう。で一応、まあ、いろいろね、問い合わせもいただいて、企画もイベントもたくさん相談いただいてるみたいで。そうだね。ね、彦沢さんもなんか写真とかしょっちゅう、うん、最近、豊橋以外に行ってますよね。いや、浜松の方。多いんですよ、うん、あれこの前あっちじゃん。トヨタこの前トヨタで何を撮ってた時お店だったかな。店あトヨタの住宅街。なんか明かりがパッとつけて、ああ明かりをつけたの。あのひょうたんか。ひょうたん、あのひょうたんランプね。そうそう、あれは違う。トヨシ。あ、トヨシ。トヨシ。なるほど、うん、その前が、うん、なんかお店の紹介。トヨタがなんか、あ、まあそっちも行ってました。お忙しそうで、うん、それとあと、まあ、Facebook にはね、クライアントさんのやつは載せれないやつもあるもんで、うん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 、それは浜松の方はちょっと行ってましたね。ぜひ、まあ、そんなことね、まあ、桜井さんもお忙しそうで。メインは何ですか、写真は。食べるもんじゃない。メインはね、今ね、何でも撮ってるんですよ。修行中ですね、じゃあね、うん、まあ、修行というか、種をちょっと撒いとる段階ですから、うん、まあ、何でもとりあえず私は今、これはできあ、一つだけできないのがある。一つだけできない。ピーじゃないですよね。ピーなんてこう生放送入れないよ。パスピーって言った方がいいですかね。言ってもらう。いや、違う、そんなこと言わないわ。いいですか。あの、なんちゅうの、住宅会社の外、うん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 、外を全部取ってくれっていうやつ、うんうん、外観を。これだけはね、あの大きな
もうモノブロックを3棟4棟いるもんだから、それだけは僕断ってます、うん、っていうか一見ね2ヶ月ぐらい前にあの新築の需要取ってくれって言われたんだけど、うん、それはごめんなさい道具がない取れません、うんうんうん、中なら全然取れますよ、うんうんうん、みたいな話でね、まあ、外形も見えた方がね家の場合はいいですね。で、まあ、大きさ的には、まあ、乗用車ぐらいまでなら OK、うん、それ以上大きいとねちょっと道具が別の道具がいるようになっちゃうんですよ。カメラのね、そうです、うんうん、道具がやっぱりそういうことです、うん、だからまあそのぐらいまでは大丈夫。もう言ってることプロですね。まあ一応道具をね使い分けるなんていうと、うん、来月はね今月はね豊橋ライブももちろんなんですけど、この浜松いつだったの、浜松は26日か。浜松は何ですか。浜松はねあの IT コーディネーターのね、あ和田さん、なるほど、方から連絡いただいて、うん、ちょっとねカレー屋さん、カレー屋さん行くようになってます浜松。カレー旅に。いや違うそこでイベントがあるんですよ。あ、うん、そこでまあちょっとねあのちょっと顔出させていただこうかなと思って、うん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 、それとね今ちょっと今日ね実はもっと早く終わればこんな遅くまでおまけにここでライブやると思ってなかったもんだから、田原の方でねそろそろホタル出るんですよ。あ、去年も夏の風物詩、まだ夏じゃないですけど取られてましたね。もう季節のね死者ですから、うんうんうん、もうそろそろね田原南の方面はねぼちぼちも出ていいはずなんですよ、うんうんうん、それをね今日様子見行こうと思ったんだけど、うん、様子見行こうと思ったんだけど桜井さん捕まっちゃったもんだから行けなくなっちゃって、それは申し訳ない。あのこれ山のレストラン坂田さんにもねこっちはまだ出ないか、うんうん、出ないかって、ね、あ情報交換をねそうですしないといけませんもんね、うん、野寄神社の姫ホタルはもうパツッパツッと出てるらしいですから。あもう出てるんですか。もう、まあ、出てるでも1匹2匹だからまだちょっと見頃じゃないですか、うん、よく見てますよそういうのね、うん、皆さんさすがですね、うん、まあそれだけはねちょっと見てこようかなと思ったけどもうこの時間じゃホタル寝ちゃってるからな。じゃあ私たちも寝ましょうか。もう寝ましょう、もう勘弁してください。あの気が向いたら来週もということでね。そうですね。あそれとあのほれカメラ番組の方ね、あそうこの国の方ですね、この国カメラマンこちらの方もね、先月ちょっとねあの佐藤君がね子供さんも生まれてお忙しかったもんで、ね、うん、先月1ヶ月ちょっと空きにしちゃったんですけども今月なんとかやりたいなと思っておりますね、うん、だけどもまあ佐藤君もねちょっと お家の事情、奥さん子供生まれましたから、うん、そうね、うん、あのまあ一応お尋ねしてちょっと無理そうならば代役あの立てますんで、まあ、いつもの本田さんともう一人ねさっきコメント入ってた方女性ですか。ちゃいます。あの筒井さん星の神様、筒井さん紳士の、なるほど、勝手に決めちゃっていいんですか。筒井さんは本人なんとも思ってない、ウースもないでしょ。筒井さん見とるでしょ、さっきあれしたから。筒井さんもう退却してますよ。出るんですよ。出るんですよって、うん、強制的だし、もう強制ですわ、うん、まあそんな具合であの今月は1回どうしてもねやりたいと思う。そうですね、今場所ともねちょっと今考えてるんですけど、ね、場所はね今ちょっと考えてるんで、うんうん、あの新城まではいけないよな、うん、東栄町の山の上でやるわけで、うん、電波届かないし、ね、場所によりますけどね、まあ、場所にそんなにそんなに田舎じゃないと思いますけどね。山の中だとさすがに無理ですけど、山の中はちょっと厳しいから筒井さんよろしくね、また連絡しますわ。見てない聞きたくなくて切ってるんですよ。切っちゃったダメじゃん。もう顔も見たくないかもしれない。いや意外と出たまた無理なこと言ってくると思って、意外と筒井さん出たくない。考えいい人ですか、すぐこう切ってきちゃう。あ、明日から電話出ませんよきっと。知らないふりみたいな、勘弁してよ。まあそんな具合でね、はい、うん、いや本当もう帰りますわ、はい、申し訳ない。あとこの引き続きはもうそのまま桜井さん閉めちゃってくださいよ。これじゃマスター誕生、はい、じゃあこれで一応終わります。はい、どうも遅くまでありがとうございました。もうすぐ逃げちゃうんですね、もう言い出しっぺってそんなもんなんですね。はい、じゃあまた機会がありましたら来週ひょっとしたらまた室カフェさんの方でですね
お邪魔してさせていただくかもしれませんので、また発信していましたらご覧ください。よろしくお願いします。ではおやすみなさい。